俺を手助けしてくれた葵さんはもう俺の一部だから。葵さんの思いは。让我们一起学习吧。Let's learn together. 一緒に勉強しようぜ。大家好，今天我们跟炭次郎学习如何跟妹子道别。そんなの関係ないよ。嗯，是不是听着很耳熟啊？知りません。関係ないですよ。関係ないの。関係ないものは関係ない。関係ないことない。今叩きましたね。我们来学习一下，関係就是关系词，ない没有，有就语气词，そんなの那样的。我们来慢慢念一下，そんなの関係ないよ。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 俺を手助けしてくれた葵さんはもう俺の一部だから。我们再慢慢听一遍。葵さんはもう俺の一部だから。好了，我们来学习一下。俺是我的意思。手助ける。就是帮助的尊敬的一种说法，してくれた，为我做了。啊，葵さん，妹子的名字，もう已经，我的の一部だから，已经成为我身体的一部分。我们慢慢来念一遍，俺を手助けしてくれた葵さんはもう俺の一部だから。这句话要说得很真诚。俺を手助けしてくれた葵さんはもう俺の一部だから。もう俺の一部だから。もう俺の一部だからね。这个套路我好像在哪里听过呀。アリエッリ、君は僕の心臓の一部だ。葵さんの思いは俺が戦いの場に持っていくし。思い是想法的意思，俺我那助词，戦う就是战斗的意思，戦う一般就是战场的意思。你持っていく带去，西是表示列举的意思。OK， 我们来念一遍。葵さんの思いは、俺が戦いの場に持っていくし。我们慢慢念一遍。葵さんの思いは、俺が戦いの場に持っていくし。再念一遍。葵さんの思いは俺が戦いの場に持っていくし。葵さんの思いは俺が戦いの場に持っていくし。じゃあまた気がしたら頼むね。じゃあ是再见的意思，比如说口语里面我们可以说じゃあね。马达是再次的意思 ，kena 是受伤 ，stara 如果再受伤的话 ，tanomu ne 拜托，口语里面 onegai shimasu 那个口语就叫 tanomu yo tanomu ne。我们来慢慢念一遍，じゃあまた怪我したら tanomu ne。じゃあまた怪我したら tanomu ne。留下妹子在风中凌乱。哥哥你早洗头，小妹妹往事再难留，手拉着那哥哥的手，送个送到大门口。好了，大家学会了吗？今天我们先讲到这里，感谢大家收看，再见。其实我一直都没有学会。